前代未聞の悲痛な光景を目の当たりにし、母猫と生まれたばかりの子猫が容赦なく道端に置き去りにされ、その首はロープできつく縛られ、無力で苦しそうだった。この時、か弱い子猫たちは苦しむ母親を救って再び温かい抱擁のもとに戻りたいと、絶えず弱々しい泣き声を上げており、もし誰も救いの手を差し伸べなければ、この3匹の小さな子猫は母親を失うという絶望に直面するところだった。幸いなことに、物語はここで一転し、通りすがりの親切な若い女性が苦しんでいる一家に偶然出会い、彼らの状況を理解しようと迷うことなく近づいてきた。女性が優しくて毅然と母猫を救出し始めた瞬間、苦痛に凍りついた時間が流れ始めたかのように感じた。母猫の最初の目は警戒心と恐怖に満ちており、その疲れた瞳孔には長い苦しみと人間への不信を物語っているかのような。しかし、若い女性の優しい動きとささやくような慰めによって、母猫の目は徐々に和らぎ、警戒していた光はほのかなリラックスに変わった。ようやく首からロープが解かれた瞬間、目の前の光景は女性の心に深く触れ、涙を浮かべずにはいられない。彼女は母猫の健康状態を素早く入念にチェックし、早急に手を打たなければこの罪のない生き物の未来が危うくなることを知り、そして最も優しい仕草で母猫と子猫たちを慎重に箱に入れ、家に連れ帰る心温まる旅に出た。家に足を踏み入れると、女性は弱った子猫たちに特別に調合された餌を与え、静かに心の中で祈り、やがて来る命の奇跡を目撃することを期待した。まるで守護天使のように、彼女は母猫に寄り添い、その姿はこの狭い空間で最も堅固な支えとなり、おそらく母猫の子猫たちへの深い愛着が、その生命に信じられないような力を奮い立たせ、もともと弱っていた体に回復の兆しを見せたのだ。若い女性のきめ細かなケアと愛情のもとで、母猫は徐々に回復し、活力を取り戻していくことだろう。この心の底からのぬくもりは、間違いなく世界で最も美しい風景であり、温かい拍手と励ましに値します。この愛に満ちた道で全てのさまよう魂が優しさに出会い、全ての命が世界から最高の優しさで扱われますように。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。